はようございます。ウィービーです。10月27日日曜日、鳥取に向かって走っています。鳥取砂丘のところでね、はい例のラリーポイントを1ポイント拾って、それからね、美味しいプリンが売ってあるんですよ。そのプリンを買いに、はい、バイク出してきました。何、実はあの昨日もね、あのバイク出してきたんですよ。同じような時間走ってたんですけども、まあ、渋滞にねすっごくもう参っちゃって出直してきました。はい、仕切り直しです今日は。それから前回からあのアシスタントに、はい、ボイスボックスのナンバー7、まあ、ノーマルの声のね、キャラクターボイスに手伝ってもらってますが、ナンバー7っていうのはどうもね人間っぽくないので、名前をね、ナナちゃんということにしましょう。ナンバー7のナナちゃん、ナナちゃんっていうとね、どうもあの名古屋駅のね、あの中にナナちゃん人形だったかな、なんかそういう大きな女性のね人形があって、大きなあの人形の女の子が立ってるんですけど、ナナちゃん人形、あれ思い出しましたけど、あんな感じじゃないですね、はい、なんかキャラクターのね、あのアニメの絵に出てくるような、なんかこう目の大きいね、あの、はい、あのこの辺にまた、はい、おはようございますということで挨拶してもらおうと思います。ナナちゃんにはよろしくお願いします。おはようございます、はい、ボイスボックスのナンバーセブンです。前回は琵琶湖一周するんだとか言って結局一周しないでね、はい、帰ってきたんですけど、そのツーリング、琵琶湖のツーリングをね、おなじみの古いあの何度も何度も行ってたカフェ系というね、そちらの方に行ったというツーリングになりましたけど、その時にアシスタントとして皆さんにご紹介させていただいたナナちゃんです。どうぞよろしくお願いします。リリーさんと一緒の時はナナという名前でよろしくお願いします。もう西に走るにつれて、そしてだんだん北にね向かっていくんですけども、雲が多くなってきましたね。天気予報では午後遅くなればなるほど降水確率が上がってきていましたから、今日は雨が降り出す前に大阪に帰ろうと思っています。まあ弾丸ですね、はい、鳥取あたりならまあ3時間前後でノンストップで行けますから、はい、こんな調子で気楽に行こうと思っています。いつも気楽なんですけど、今日もよろしくお願いします。作用ジャンクション通過して、通過したらダメだ、分岐して、はい今日はどうかしてる、間違ってばっかりだと作用ジャンクションでですね、もうこれあの料金所があるんですよ。鳥取道というのは無料区間になるんですね、うん、ここからは例の、対面通行のですね片側一車線の退屈なこの道路にあるんで、はい、居眠りしないように気をつけないといけません。なんか焼いてますね、煙です。後ろが見えるんですけど、どうでしょうね。またちょっと調べてみましょうか。ひょっとしたら奈々ちゃん知ってたりして、そんなことはない。豊臣秀吉が400年以上前にここに築城したらしいです。平成になって再建したこのお城、川原城っていうんだそうだよ。
帰りは違う道で走ろうかななんて思ったりもします。まあ、時間短縮するにはねいいんでしょうけどね。鳥取市内を走ってきて今9号線に入りました。でまたこの9号線を降りるということですね。鳥取砂丘こちらっていう案内がねもうそこかしこに出てます。あ、これです、これです。鳥取砂丘名物砂プリンっていうんですよ。何が砂なのかっていうとね、カラメルソースってあるじゃないですか。それがね粉末になってるらしいですよ。はい、鳥取砂丘よりも食べる方が私魅力感じますね、ごめんなさい。噂を聞いたことがあります。美味しいらしいですね。雨を降らないでくださいよ、お願いしますよ。もう雨男返上したんですから。はい、ここで雨に降られたらこの間下ろした看板をまた上げないといけないという。京都こちら、砂丘はこちらと。展望台はまっすぐ、常時左折かで、私はまずはこの砂丘センター展望台に行きます。そこでポイントをゲットしないといけないんですよ。着きました。一瞬ごめんなさい、ごめんなさいさせてもらいましょうか。イエーイ、いただきました。ここですね。スクリーンショットも撮りました。てなわけで、すごいな、旧車の皆さん、かっこいい横山の、いやーかっこいいな、もう拍手送りたいぐらいかっこいいですよ。シールドを開けて走っていると何か顔に冷たいものがポツリポツリときますね。ちょっとそれほど時間はないようです。雨が降ってしまったらまた雨男って言われるよ。お土産買って帰ることにします。雨をね少しでも雨雲を避けたい逃げたい。あら、ここだったと思ったんだけどな、砂プリンを追って、あ、ここかな、ここかな、あ、ここです。トットさんね、スナップリン、ここです。さて、どこにバイクを置くかですね。これはうわー、どうもね、このままだと雨に当たりますから、どうしましょうかね。
豊岡に向かってます。まあ、要するに東に向かって走ってるわけですね。鳥取道っていうのは岡山方面南に向かって走ることになりますから、東に向かって走っているということで、9号線と178号線の重複区間をこういう自動車専用道路にしてるんですね。もう鳥取道ね、本当に嫌になったんで、はい、こちらで正解だと思います。京都方面もこちらで行けるだろう、ね。まあ、豊岡っていうのはね、兵庫県の北の、田島の旧田島の国のね、まあ、北の中心的なところですよね。城崎温泉とかね、山陰近畿道、岩見インターですね。朝5時ごろ、日本海から昇る朝日です。ちょっと色あせちゃったりするけど、すごいロケーションいいとこなんですね、ここね。おじさんおトイレ行ってたのかな。じゃあ、行きましょう。へへへへ、塩原水ですよ。私の大好きな塩原水さん、はい、入らせていただきましょう。やった。実はね、昨日あの家内と塩原水行かなきゃねという話をしてたんですよ。申し訳ない、家内には抜け駆けになるんですが、あ、塩原水でお昼ご飯にします。昼ご飯は塩原水の梅塩ラーメンと、それからチャーハンですね、セットにしました。半チャーハンって言うんですね、半分のチャーハン、それじゃなくて一人前チャーハン頼んだので、お腹いっぱいで苦しいです。ちょっとうつむくとね、はい、食べ過ぎるとちょっと胸焼けするようになってきました、この頃。以前なら全然へっちゃらだった量なんですけども、最近はもう、はい、胃袋がだいぶ小さくなってきました。前と後ろに車がいないんですよ。もう気持ちいいですよ、はい、なんか貸し切りの道路ですよね、本当に。信号がない、こんな風に自動車専用道路をね、スイスイ走らせてもらう、いいな。今日こっち回ってきてよかったな。それからさっきはね、お日様がね、ポカポカと、ちょっと太陽がの顔を覗かして、雨もね、どっか行っちゃった。本当に嬉しいです。雨雲は全然ないですよ、今のところね。中国自動車道の渋滞のいつも起点になるこの宝塚のトンネルです。まあ、この時間なのでね、今は、はい、流れてますけど、今速い人が行きましたね、レクサスの。うわちょっとカメラには入ってない、撮れてないかもしれませんが、無茶な運転するな。このゴルゴも無茶するな。困ったもんです。雨にも降られず、塩原水のね、ラーメン、チャーハン、それでね、お目当てのプリンも買うことができました。今日も本当にいい一日になりました。ありがとうございました。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。ありがとうございました。さよなら。